はい、皆さんこんにちは、歴戦にコースの川原です。では2022鑑定論、論文ブリッジ講座1回目講義を行っていきます。このブリッジ講座は、論文コースの中で鑑定理論についてまずね受講していただく、論文向けの、スタート講座になっています。なのでまずは論文試技試験の概要からですね確認をしていきます。はい、こちらですね、令和2年の受験願書を使いまして論文式試験について、説明をしていきます。皆さんが受けるべき論文式試験は令和4年なので直近は、令和3年になるんですけど、今これ収録しているのは、令和3年の本試験前に収録してますので、こちら、令和2年の本試験の願書を使いまして説明をしていきます。はい、まずですねちょっと手続き面なんですけど、願書の受付期間ですね、手続きをする期間なんですけど、例年2月の中旬から3月の中旬が受付期間となっています。担当免除で論文から受験される方もね、担当試験の時と同じようにこの2月の中旬から3月の中旬が、手続きの期間になってますので、毎年1人2人ぐらい受験手続き忘れましたって方いるんですけど、そればっかはどうしようもできませんので、しっかりとね受験手続きを行うようにしてください。時期が近くなったの場合にはね、レクの、鑑定士課のホームページ、あとはツイッター等々で情報をちゃんと提供していきますので、まずは受験手続き忘れないようにしてください。はい、で、論文式試験ですね、いつ実施されるかと言いますと、例年8月上旬の土日月の連続する3日間ですね、最終日月曜日なんで、お仕事されている方は、お休み取っていただく必要があります。で、令和2年度はですね、ちょっとオリンピックの影響もありまして、例年よりも少し日程が後ろにこうずらされた日程になってるんですけど、皆さんが受けるべき令和4年、2022年度はですね、一応予定ですとですね、8月の6、7、8の同日月がね、一応第一候補ということで考えられます。これあくまでちょっとね、予定ではあるんですけど、正式には、2022年度、令和4年の1月あたりに正式にね、日程が発表されますので、そちらでしっかりと確認していただきたいんですけど、一応ね、例年通りですと、令和4年度は8月の6、7、8が一応予定日ということになってきます。で、試験のね、受ける試験地なんですけど、担当式試験は全国で10カ所試験会場があるんですけど、論文式試験は、試験会場が、3カ所しかないんですよね。東京、大阪、あと福岡、3カ所しかありません。で、3日間論文式試験なんで、多くの方がホテル等々宿泊して試験を受ける必要があります。最近ね、なかなかホテルなんかもね、取れないとかそういったこともありますので、試験会場は、6月の下旬ぐらいに一応ね、例年通りですと、発表されますので、それを踏まえて、早めにですよね、できる限り試験会場に近いですねホテル3日間、予約することもね忘れないようにしておいてください。はい、で、論文式試験試験科目はと言いますと、担当式試験は2科目ですよね、行政法規と鑑定理論です。2科目になっています。で、この行政法規は担当式試験だけの科目ですので論文ではなくなります。一方鑑定理論は専門科目ですので論文式試験においても鑑定理論は出題されます。鑑定理論はですね、論文式試験でも専門科目出されていきます。とともに論文式試験においては、教養科目と呼ばれるものなんですけど、民法、経済学、会計学ですね、教養3科目で、専門科目の鑑定論ですね、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。で、この専門科目の鑑定理論なんですけど、主題形式がですね大きく2つに分かれてきまして、まずは教養科目、民法、経済、会計学と同じように、文章を書いていく論文という形の主題形式ですね。論文です、論文ですね、論文、これは教養科目と同じです。文章を書いていく形式で、もう一つがですね、電卓を使って計算をしていく演習というですね形で出題が出される形式もあります。鑑定理論は論文形式と演習形式ですね、出題形式が2つに分かれていきます。で、この演習形式の対策は、別の講座ですね、鑑定理論演習対策講座というもので行っていきますので、この論文ブリッジ講座はこの
論文向けの観点論についてね、学習をしていく講座ということになってきます。で、出題される問数なんですけど、ね、問題数ですね。問数はですね、大問2問ですね。大問2問。基本的には大問2問ですね。大きな問題。大問2問が出題されます。大問2問ですね。まあ、民法1問ね。問題1、問題2。で、経済学も大問2問ですね。問題1、問題2。で、会計学も大問2問ですね。問題1、問題2です。で、鑑定理論なんですけど、教養科目の倍の問数ですね。大問4問が出題されます。つまり、2日目の午後ですね。2日目の午後において、まずは、大問2問ですね。大問2問ですね。問題の、1と2が、1、2という形で出題されまして、1ですね。1、2。で、3日目の午前中が問題の3、4という形で、通常は大問2問なんですけど、鑑定量はですね、倍の大問4問が出されます。演習はですね、大きな問題が1問出されるという形になっています。論文についてはですね、教養科目の倍のね、大問4問が出題されるという形式になっています。で、点数はと言いますと、1問50点の配点がなされてまして、50点ですね、50点。で、かける2問ですね、かける2問。となってますので、100点満点、100点。100点。で、経済学も2問で100点。会計学も2問で100点。で、鑑定理論は、2日目の午後、大問1、2で100点。で、3日目の午前中、問題3、4でまた100点。で、演習はね、1問丸々で、1問で100点ですね。なので、これ600点満点ですね。600点満点。600点満点。で、そのうち鑑定理論が配点のこれ300点を占めています。300点ですね。つまり、配点の半分を占めているのが鑑定理論ということになってきます。なので、多くの受験生がですね、より多くの時間を費やして、鑑定理論については学習をしています。配点の半分を占めているので。しかも、鑑定試験は相対評価の試験です。なので、他の受験生が時間をかけて鑑定理論をですね、学習している以上、相対評価の試験である以上ですね、皆さんもですね、より多くの時間をかけて鑑定理論についてはこう学習をね、進めていく必要があります。そうしないとこう差をつけられてしまうということになってきます。鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか合格は厳しい。そういった位置づけの科目が鑑定理論ということになってきます。では、敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題ですね、確認をしていきます。はい、これ実際の本試験問題です。A4 版のこう横書きの実際の本試験問題、こういった本試験問題、国家試験の問題ですね、秘密保持のために刑務所内の印刷するところでこう印刷するなんて聞いたことがあります。鑑定試験の問題もね、そうかもしれません。で、見ていきますと、これ令和2年の、不動産鑑定士の論文式試験ですね。で、不動産の鑑定評価に関する理論ですね、鑑定理論に関する問題、これ論文問題の 1,2 ですね。2日目の午後の科目ですね、論文問題の 1,2 ということになってきます。で、100点満点ですね。で、試験時間2時間です。午後の科目ですので、午後1時半から3時半の2時間で2問を解くね、そういったスケジュールになっています。じゃ、実際の本試験問題見ていきましょうね。これ。ペラペラめくれる形なんで、こうめくれる形になってまして、で、こう配られて、で、開始って言われて、で、ペラってめくって、で、こう問題文が示されて、そういった形式になっています。で、問題文見ていきますと、問題1、2ですね。で、それ50点満点で、100点満点になっています。内容はいいな、ね、形式的、見ながら見ていきます。じゃあ、問題1の方を見ていきますね。問題1の方ですね。問題文ね、ざっと読んでいきます。鑑定評価の条件設定に関する次の各設問に答えなさい。
小物1、条件設定の必要性について述べなさい。小物2、条件設定に関する依頼者との合意について説明しなさい。小物3、使用収益を制約する権利が付着している不動産について、その権利がないものとして鑑定評価を行う場合の条件設定について次の各問いに答えなさい。で、丸1、条件設定にあたってどのような観点から妥当性の検討を行う必要があるか説明しなさい。で、丸2、鑑定評価報告書の記載事項について簡潔に説明しなさいとなっています。どうでしょうかね、なんか書けそうな気はしますかね、これ実際の本試験問題です。で、このように形式が小問形式になっています。小問形式ですね、小問形式です。書きやすいように、もしくは採点しやすいように問題が小問形式になっている、これが一つ特色ということになってきます。で、注意事項をちょっと見ていきますと、また表紙戻りまして、表紙にこう注意事項があるんですけど、で、ね、注意事項縦4のところを見てください。回答は回答用紙の所定の欄に、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効になりますと示されています。担当式試験はマークシートの試験ですので鉛筆が筆記用具になってくるんですけど、論文式試験は筆記用具としましては黒もしくは青のボールペンまたは万年筆が指示されています。なので、筆記用具ですよね。論文なので、大量の文章を、ね、3日間で書いていきます。なのでこう書きやすくて疲れにくい筆記用具を早めに自分なりにこう準備見つけていただいて、実際のレックの答案練習会、答練等々で試すようにしてください。非常に筆記用具重要です。本当にこう文章ものすごく人によってこう検証になるぐらいですね、論文3日間で書かなきゃいけないので、書きやすくて疲れにくい、太すぎても細すぎてもダメですし、あとにじみにくくて乾きやすいですね、そういった書きやすくて疲れにくい筆記用具早めに準備していろいろ試してですね、自分なりの筆記用具ですね、早めに準備してですね、実際のレクの答案練習会答練で使うようにしてください。私受験生の頃はですね、青の万年筆使いました。黒が大半の中で青を使うと目立つとか、青というのはこう試験員にこう目に優しいとかですね、一応そういった噂もあったので青を使ったんですけど、ただ実際は採点はですね、受験生が書いた答案はですね、コピーして試験にですね採点するようですとね、色は関係ないかもしれませんね。とにかくですね、本当に書きやすいものです。使いにくくて書きやすいものです。ジェル状のものが結構使っている方多いでしょうかね。書きやすくて使いにくいって、そういった特徴があると思います。ちなみに、消せるボールペンってありますよね。これは願書に使ってはダメだと書かれてますので、それは使わないでください。それ以外で、書きやすくて使いにくいですね、そういった自分に合った筆記用具ですね、早めに準備して、試すようにしてください。はい、あと注意事項としましては、縦3のところを見てください。問題用紙は表紙を含めて2ページ、回答用紙は表紙を含めて5ページとなっています。回答用紙5ページあります。具体的には、こちらですね。これ、令和2年度の、論文問題1年の回答用紙になっています。この問題用紙とか回答紙はですね、国交省の国土交通省の、国家試験に関わるところにですね、データが PDF データがアップされてますので、皆さんもね、閲覧とか打ち出すことができるようになっています。これ実際これ打ち出してきました。で、一つ注意点はですね、これ上ですね、回答用紙こう上ホチキス止めされています。回答紙はですね、これ実際ホチキス止めされていますね、外れないような設定になっています。で、これ表紙ですよね、この回答用紙の表紙にこう下の方にこう受験地とか受験番号とか名前を書いて、で2ページ目から実際回答、各回答用紙ですよね、問題1の1ページ目で、問題2の2ページ目で、問題の1ページ目で、問題2ページですね。つまりこう1問あたり2ページずつが与えられる、そういった形です。で、1ページがですね、これ25行行が与えられてまして、でそれが2ページですので、1問あたり25行かける2ページの50行ですね、
それが回答用紙です。それが2セットってことでね、論文まだ1、2の場合はですね、それが2セットが回答用紙ということになっていきます。論文問題1、2の場合には論文問題の1の、ね、回答用紙が2ページですね、50行で、問題2の回答用紙がですね、2ページ50行という形になっています。会計学はですね、ちょっと独自の改定用紙になってくるんですけど、民法と経済学もこの同じです。鑑定の同様の1問あたり20行かける2ページですね、が改定用紙として、配られるという形になっています。はい、じゃあこの改定用紙を使って、じゃあ実際ね、どのような回答を作成していく必要があるのかってことですね。じゃあ実際ね、回答を確認していきますね。実際本試験後にですね、1日2日後ぐらいにですね、我々コーチがですね、回答速報という形でですね、回答を作成してこうホームページにアップするってことをね、行っています。でこれも令和2年の論文問題です。1の方ですね、1の方のこれ回答例ですね、回答速報で作った回答例になっています。で中身はねまだいいので、ちょっと形式なんですけど、先ほどのこれ問題1の回答なんですけど、このまずこの、ね、線が引かれてるところでちょっとまかりづらいんですけど、ちょっとね区別がこの実線が引かれてるところですね、これが不動産鑑定評価基準、基準から引用しているところにはこう実線が引かれてまして、ちょっとわかりますかね。でこう波線が引かれてるところはですね、留意事項から引用しているところになっています。実線が基準で波線が留意事項ですね。そういったこれ印になっています。で、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、でこれ問題1の回答なんですけど、だいたいアンダーラインが引かれてるの分かりますかね。ずっと回答を見ていくと、だいたいもうアンダーラインが引かれてるってのは分かりますね。つまり基準留意事項で回答が作成される。つまり鑑定理論の回答というのは、なんか現場で自分で考えて自分の意見を書くとか、それが論文式試験かというそうじゃなくて、これ基準留意事項を引用して回答を作成するというのが基本的には鑑定理論の回答ということになってきます。なんか自分の言葉で書くとか意見を書くとか、そういったものじゃなくて、基本的には鑑定理論の回答というのは基準例事項を使って回答を作成するね、そういった回答が求められています。でこの回答例なんですけど、これは超模範回答例です。私実際本試験のね場で2時間で実際に書けるかというと、私もちょっとなかなか難しいと思いますね。本当に超模範回答例です。何が言いたいかというと、この回答例通り書けないと合格することができないかというと、決してそういった回答例ではないんだということです。あくまで超模範回答例です。じゃあどれぐらいこの回答例の回答を書ければ合格することができるかというと、一応願書には合格基準の目安が示されてまして、願書ですと論文式試験の場合にはおおむね6割を基準としますと願書には示されています。おおむね6割ですよね。なのでざっくりとこの模範回答例のですね、この模範回答例の6割ぐらいが書ければ十分に合格することができます。実際ね、皆さん6割ぐらいで合格しています。この1回答例全部が全部書けなくてもね大丈夫です。だいたい目安としては6割ぐらいで、鑑定試験相対評価の試験ですので、例えば問題のね内容が難しかったりしますと、例えば経済学とかですごい難しい問題とか出たりするんですけど、そういった問題ですと例えばね5割とか4割ぐらいでも合格することができますので、あくまでこの回答例ね超模範回答例ですので、それちょっと勘違いしないでください。私文系で初めて経済学の回答例を見たときに、いやこんな回答ちょっともう全然書けるわけないでしょと思ったんですけど、勉強すれば書けるようになりますし、さらに言うと全部が全部書けなくても時によってね 4,5 割ぐらいでも合格することができますので、あくまで、レクが提供している回答例ですね、超模範回答例、通り全部 100% 書けないと合格することができないとか、そういったね位置づけの回答例ではないんだということをね、ちょっと意識をしておいてください。はい、ではこれから受けるですね論文ブリッジ講座のちょっと位置づけを説明していきますので、じゃあ、ね、お手元、ブリッジテキストですね、こちらですね、
はい、鑑定理論論文ブリッジテキストですね。こちらちょっと準備をしてください。で、表紙めくって端書きめくって、で、目次等々を飛ばして、ではこのブリッジ講座の位置づけと書かれてるですね、まあ、ローマ数字3ページ目ですかね、そちらをちょっと開いてください。こちらでこれから受講していただくブリッジ講座の位置づけを説明していきます。はい、ブリッジテキストのローマ数字3ページ目ですね、ブリッジ講座の位置づけと書かれてるページのとこね、開いてください。はい、よろしいでしょうか。ではまずね、対象はどのような方を対象とした講座なのかと言いますと、対象者というところを見てください。本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となっています。まあ、鑑定理論の基礎知識が身についている方を前提に講座ですね、行っていきます。文章のところ、鑑定理論は担当式論文式共通の科目であり、ベースなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなるんだということになります。基本的には担当特有、論文特有の知識というのはなくてですね、回答の仕方ですよね。マークシートでマークするのか論文で書くのか、アウトプットが違うだけで、基礎なる知識がですね、担当論文共通です。つまり担当対策の基礎知識がまま論文対策の基礎知識となってくるんだということになります。なので、そのため、3行目、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行っていきません。基礎知識、身につけていることを前提にしていきますので、この講座の中で鑑定理論の知識についてこうゼロからインプットしていくような、そういった、ね、講義は行ってはいきません。で、次なのが、従って担当合格コースを同時に申し込んでいる方、飛ばしては、まず担当合格コースに含まれている、合格基礎講座全20回受講してから本講座受講するようにしてください。担当コースが含まれているですね、講座を取った方、担当論文フルコースか担当論文基礎コースを受講されている方は、まずはですね、この担当合格コースに含まれている、ね、この鑑定理論、担当論文の共通の基礎知識を学んでいきます。この合格基礎講座全20回を受講してから、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。はい、ではまた書き、また独学の方など担当対策としての鑑定理論の理解が不十分と感じられる方は、論文合格コースの特典である可燃度の担当向けの速習講座全10回を視聴するなどしてから本講座受講するようにしてください。多分独学で担当受かったとか、あとはね、鑑定理論の理解がね、ちょっとまだまだ十分とは言えないと感じられている方は、この論文合格コースのね、特典として前年度の、担当向けのスーパー速習講座、速習講座全10回分の講義がね、これ視聴できるように、ね、特典としてついてますので、ざっくりとでいいので、この全10回ですね、速習講座をですね、受講していただいて、鑑定理論の基礎知識で、ね、確認した上で、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なので、担当論文基礎コースの方、担当論文フルコースの方で、まだ合格基礎講座鑑定理論20回、ね、受講していない方はですね、一旦このブリッジ講座、ね、受講するのを止めていただいて、その鑑定理論の合格基礎講座20回目ですね、受講してから再度このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。あとは、独学で受かったとか、ちょっと鑑定理論基礎知識ね、ちょっとね、まだまだ自信がないとか、そういった方は、特典としてついている、ね、速習講座10回分もね、ざっと聞いた上でこのブリッジ講座ですね、再度受講するようにしてください。はい、ではこのブリッジ講座の目的はと言いますと、はい、下目的移ってください。本講座は鑑定理論の論文を書くため準備をする講座となってきます。担当の正誤を判断するために身につけた知識を論文で、まあ、書けるような知識にですね、していくようなね、そういった準備をしていくような位置づけの講座なんだということになってきます。文章のところ、本講座は担当と論文の橋渡し、ブリッジ的な講座で、つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるように、書けるような知識にコンバート、変換していくことをね、まずは目的としています。まあ、意識づけですよね。担当対策として足の正誤を判断できるような知識をですね、論文で書けるようにですね、どれだけ知識を拡充していくことができるのか、まあ、そういった意識づけをね、行っていくような講座が、このブリッジ講座ということになってきます。
とともに3行目、鑑定理論の回答の型、書き方を身につけることを目的とした講座でもあります。論文なんでこう文章を書いていく、でその文章回答の型、書き方が鑑定理論独自の書き方がありますので、それを身につけていくこともこのねブリッジ講座の目的として重要となってきます。で次の7、本講座の受講にあたっては、特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性等と横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となってきます。担当対策としましては、ある程度知識をぶつ切りね学習しても、それなりに合格点が取れるのが担当式試験なんですけど、論文式試験においてはちょっとぶつ切りですとなかなかね、合格が厳しくて、縦の理解、横の理解ですね。縦の理解というのは要はね、各概念の必要性等との深い理解ですね。で横の理解というのが他の章との関連等との横断的な理解ですね。深い理解、横断的な理解というものがやっぱり論文対策ですと必要になってきますので、そういったことを意識していくこともね、この講座の、ね、目的としては重要なんだということになってきます。はい、ではあと使うべき教材ですね、ちょっと説明をしていきます。まずは今ご覧になっているこの鑑定理論論文ブリッジテキストというものがお手元届いていると思います。後ろにはね、論文問題6問ほどありまして、そのね実際問題6問使いまして、回答のね型ですよね、書き方をですね身につけていきます。で続いてはこちらですね、2022合格基礎テキスト鑑定理論が送られていると思います。これレックの鑑定理論の基礎知識を身につけていくメインテキストですよね。中には前年度担当コースを受講していただいて、2021年度のこの合格基礎テキストお手元ある方もいらっしゃると思います。鑑定理論は改正とか特にありませんので、お手元の2021向けの合格基礎テキスト、例えばメモ等としていてそちらの方が使いやすいということでしたらば、本当にわずかなところでねマイナーチェンジはしてるんですけど、基本的な内容は変わりはありませんので、2021年度向けのこの合格基礎テキストね使っていただいてもね全く問題ありません。あともう一冊ですね、こちらですね、2022高架け鑑定理論ですよね。これレック一押しの、論文向けの、論証例集がこの高架けという教材になっていきます。使用方法はですね後ほど説明をしていきます。講義ではこの3つの教材ねいずれも使っていきます。ブリッジ、あと合格基礎テキスト、高架けですね、いずれも使っていきますので、手元にねこの3つの教材準備をしていただいた上でですね、この後ね論文ブリッジ講座受講していくようにしてください。はい、じゃあまずはね一通り説明することができましたので、はい、じゃあねまずはね前置き一旦ここで、ね、終わらせておきますね。以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、で第2ユニットを進めていきましょう。ではお手元、ブリッジテキストを準備をしていただきまして、ではそのローマ数字の4ページ目ですね、ローマ数字4ページ目開いてください。はい、でブリッジテキストのローマ数字4ページ目ですね、鑑定理論の論文対策学習法という、ね、ところ開いてください。論文対策としてどのような学習を、ね、鑑定理論として行っていくのか、ちょっと説明をしていきます。はい、4ページ目開いてください。はい、まずは1つ目はですねタイトルのところ、基準留意事項を正確に暗記することが必要となってきます。本文、鑑定理論の論文作成は事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となります。先ほども、令和2年の問題1で分解通りで確認した通り、だから自分の考えとかを書くのが論文じゃなくて、基準留意事項ですね、問いに対応した基準留意事項をですね回答用紙に記述するというのが鑑定理論の、論文の作成の仕方ということね、それが基本となってきます。なので3行目、そのためにも基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となってきます。鑑定理論の学習をね一言で言うならばこれですよね、3行目、理解を伴わせた精度の高い
暗記を、ね、していく作業が、まあ、鑑定理論のメインの学習の仕方ということになってきます。あの丸暗記ではダメというね、理解を伴わせて、しかもね、論文なので書けるレベルの精度の高い暗記をしていく必要があるのが論文対策としては重要ということになってきます。で、次行きましょう。相対評価の試験である不動産鑑定試験においては、受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りにかき負けないように暗記を進める必要があります。鑑定理論600万点中300点配点の半分を占めてます。多くの受験生がですね、多くの時間を費やしてこのね、基準類似項の暗記を進めていきますので、相対評価の試験である鑑定試験においては、ね、書き負けないように皆さんも基準類似項をしっかりとね、暗記の精度を高めていく必要があるんだということになってきます。で、これ暗記ってなんか大変そうですよね。なんかいろいろ疑問が出てくると思いますので、こう暗記についてのね、ちょっと疑問をね、説明をしていきます。はい、まずそもそも論ですね。そもそも暗記は絶対に必要なのかってこと、いや理解さえしていれば自分の言葉で書けば全然合格できるんじゃないかって思いませんかね。本当に基準類似項の暗記なんて必要なのかって思いませんかね。めっちゃ必要になってきてしまうんですよね。本部のところ見てください。鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通りに記述していないから点数がつかないわけでなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違ってしまっているため点数がつかないこととなるんだということになってきます。暗記自体を試している試験では決してありません。ただ基準通り書いていないと結果ね、結果内容自体が間違ってしまっていて点数がね、つかないですね。そういったことになってきます。なので、あの抜群の理解力と抜群の文才があれば、あの基準類似項を覚えてなくても合格することはね、決して不可能ではないです。私ね、講師10年以上やってますが、今までのたった一人だけいました。あの全然基準類似項覚えてないんですけど、こう抜群の理解力と文才で、しかもね、文字が綺麗達筆だったんですけど、その方受かったんですね。本当に驚きました。あの予備校の採点だと全然点数つかないんですけど、受かりました。ただ私10年以上やっててたった一人です。つまり基準類似項を覚えずに合格するというのは、それはね、まあ、ほとんど奇跡に近いぐらいです。それかなりリスキーなやり方ということです。つまりは、続きの文章見てください。つまり実務を行っていない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難だり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準類似項というのは不動産鑑定士が鑑定をするときのね、規範となるもね、行為規範です。実務規範です。なので実務を行っていない受験生が何でもかんでも基準類似項を理解できるかというと、いや本当は私が講義で、全てを理解できるように講義をしていかなきゃいけないんですけど、まあ、なかなか厳しいです。やっぱね、受かって実務をやって初めて分かる基準類似項いっぱいあります。私もそうでした。合格した後に実務をやって初めて分かる基準類似項ですね、意味内容多々あります。あの実際ね、最終合格した受験生の中でも基準類似項ですね、全部が全部理解できてるかというと、理解できてないところね、多々残ってる状態がね、方がね、多くいらっしゃると思います。で、そういった理解できてない状態でちょこっと表現を変えたり、ちょこっと表現をですね、なくしても大丈夫かなと思って回答を書いてしまうと、そのちょこっとした違いがこれ大きな内容の違いにこうつながってきてしまうんですね。なのでやっぱり実務を行っている受験生がですね、やっぱり基準類似項じゃないと自分の言葉でですね、理解しているつもりで書いても結局は内容が間違えてしまうということになってきます。次の句、基準等を引用すれば減点されません。そうです。あの仮に丸暗記であったとしても、対応する基準類似項をしっかりと回答に示せば減点はされません。次、試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述することが最善策、ベターとなるんだということになってきます。あの基準類似項というのは試験員との共通言語なんですね。共通言語です。つまり試験員も当たり前ですけど、受験生時代基準類似項をね、頑張って覚えて合格しています。なのでこの基準類似項というのは試験員と受験生は共通言語なんですね。なので受験生が自分の理解を試験員にですね、
適切にアピールするためにはやっぱり共通言語でありますこの基準留意事項を使った方が自分の理解をですねしっかりとアピールすることができるということです。例えば英語が母国語の人に、理解を伝えるためには当たり前ですけど英語を使った方がちゃんと理解が伝わるわけですよね。同じです。やっぱり共通言語であります基準留意事項を使った方が自分の理解をね適切に試験にアピールすることができるということになってきます。試験員はですね、問題1問について1人が選ばれるんですね。なので教養科目は2人で鑑定理論は4問出されますので4人試験員が、ね、選ばれます。でそれぞれが問題1問を作ってでそれぞれの試験員が責任を持って自分の作った問題について添削採点していきます。で8月上旬3日間終わってそのすぐ後ぐらいに、ね、暑いさなか大体1000人ぐらい論文式試験を受けるんですけど1人当たり1000通ぐらいの答案を採点していくわけなんですね。で1人当たりにかけられる時間は大体数分と言われています。試験員が採点するときに1人の受験生にかけられる時間は数分と言われています。そういったね数分ぐらいにおいてですね試験員がですね採点するときにいい印象で鑑定理論についていい印象を持ってもらう回答というのは初めから終わりまでこうスッとね流れるように読める答案がこういい答案なんですね。引っかかりのない、筋がいいというんですかねスッと読める答案が印象のいい答案です。それはやっぱり共通言語であります基準留意事項を使っている答案が当たり前ですけどスッと読める答案なんです。初めの 2,3 行ぐらい読んで基準留意事項を使われていればこの人共通言語の基準留意事項を使っているんだってことでいい印象を持ってもらってその後ですね荒探しされることなくねスッと読んでもらえます。一方でいきなり初めの 2,3 行から自分のオリジナルの表現を書いていると採点者はやっぱ採点しなきゃならないので読み込まなきゃいけない。結局荒探しをされて結局点数が低い点数になってしまうということになります。全く同じ内容で基準留意事項を使っている回答とオリジナルの表現で書いてる答案でどちらが印象がいいかというともう絶対に同じ内容ならば基準留意事項を使った回答の方が、ね、いい印象点数が、ね、高くなっていきます。なのでやっぱり共通言語でありますこの基準留意事項で、ね、しっかりと暗記をしてそれを使って駆使して回答を作成していく必要があるんだということになってきます。ではどれぐらいの精度で暗記をする必要があるのかということです。はい、下暗記の精度のレベルはってところを見てください。担当式試験は、足の整合を判断できるレベルに持っていけば合格点を取ることができるんですけど一方論文式試験はこれ論文なので記述ができるレベルです。足の整合を判断できるレベルと記述ができるレベルというのはこれ正直言うと格段の差があります。具体的には本文のところ本試験において結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題はありません。そのためにはテニオヘア句読点までは厳密に考える必要はありませんが意識としてはほぼそのまま暗記をしていく必要があるんだということになってきます。日本語としてちゃんと成立していれば、7割ぐらいの精度でも十分点数がつきます。だからテニオヘアとか句読点までは厳密に考える必要はありません。ただ普段の暗記の意識としてはほぼそのまま10割レベルで暗記をしていく必要があります。なぜかと言いますと普段から7割程度でいいと思っていると実際暗記の精度は5割ぐらいになります。で緊張している本試験の場ですと結局4割ぐらいになって4割程度ですとやっぱり内容が間違ってしまって点数がねなかなかいい点数がつかないってことになってしまいます。つまり本試験の場で結果的に7割にするためには普段の意識としては10割です。で大体それで8割ぐらいで暗記できてで緊張してる本試験で7割精度ですよね。なので普段の意識としてはほぼそのまま10割の意識で暗記をしていく必要があるんだということになってきます。とともにですね最終2行また本試験においては基準等を思い出している時間はありませんので瞬時に引用できるレベルにしておく必要があるんだということになってきます。2時間で2問、1問あたり1時間のペースで回答を作成していく必要があります。非常に、ね、時間はですねないです。つまり何だっけかなって暗記をね思い出してる時間ではないです。もうマシンのようにガーッと基準留意事項を吐き出さないと本番では使えない暗記ということです。なのでこう瞬発力というんですかね、身につけてきた基準留意事項をパッと出せるレベルにしておかないと、本試験で使える、基準留意事項の暗記とは言えないな、そのレベルまで持っていく必要があるんだということになってきます。では
どの程度の範囲について暗記をしていく必要があるのかってことですね。5ページ目、暗記の範囲はってところを見てください。担当式試験は、網羅的にね、問題が出されますので、総論1章から各論第3章まで、こう、まんべんなく、理解をしておく必要があるんですけど、一方、論文式試験というのは、やっぱ出されやすいところと、やっぱね、出にくいところがありまして、あとは、近年の本試験で出されたところは、しばらくは出ないってことがありますので、それで出題サイクルを踏まえて、出やすいところ、出にくいところ、メリハリがね、やっぱ必要になってきます。本文のところ。論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては、基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってきます。基準8割、留意事項5割。で、トータルで、まあ、大体ざっくりと全体の7割程度をですね、暗記をしていく必要があります。つまり、4ページ下、精度としても7割程度ですね。精度としても7割程度、範囲としても7割程度ぐらいが、ね、暗記の精度、範囲の目安ということになってきます。では、どういった順番で暗記をしていけばいいのかね。暗記の順番はと言いますと、下のところ。基本的にまずは基準、続いて留意事項という順番で暗記を進めていくようにしましょう。そうですね、まずは基準です。で、ある程度基準を覚えられたならば、関連する留意事項という順番で暗記を進めてほしいということになってきます。で、2行目また書き、また章ごとのメリハリも意識すると良いでしょうということになってきます。総論1章から各論第3章、やっぱり試験で出やすい章と出にくい章がありますので、メリハリをつけて章ごとにね、暗記をしていく必要があります。ちょっとメリハリをつけていきましょう。ではお手元合格基礎テキスト準備してください。はい、お手元合格基礎テキスト準備をしてください。で、端書き等々を飛ばしていただきまして、で、目次のページですね。端書き等々、本書の特徴として、目次のページ、開いてください。目次を使ってね、章ごとのメリハリをつけていきます。はい、目次のページ開いてください。まあ、よろしいでしょうか。では、総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的総考察ですね。ABC ランクでちょっとメリハリつけていきます。で、C ランクというのはやらなくていいとかそういったものではありません。ね、後回しにしていいということで、最終的には C ランクも、ね、暗記をする必要があります。そういったメリハリ付けです。 ABC ランクでメリハリつけていきますが、 C ランクというのはやらなくてもいいとかそういうところじゃなくて、優先順位は後回しにしていいですね。最終的には暗記をする必要があるですね。そういった位置付けということになっていきます。で、総論第1章はですね、これ C ランクですね。 C ランクです。 C ランクですね。総論第1章は、まあ、10年に1回ぐらいの割合で論文でメインとして出せれる章なんですよね。なのでランクとしては C ランクですね。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが、この総論第1章鑑定評価の基本的考察なんです。基本的考察なんですけど、まあ、なかなかね、論文ではね、出にくいところなので、ランクとしては C ランクですね。メリハリとしては後回しにしていい章ということになってきます。で、続いて下ですね、第2章ですね、不動産の種別類類型分類概念。この2章種別分類型は、場面設定として、まあ、前提条件として種別類型が出されるね、そういった可能性がある分野です。前提が理解できてないと聞かれていることにね、適切な答えが書けませんので、そういった意味では2章はですね、こう B ランクということになってきます。 B ランクということになってきます。で、続いて論文すでに2ページ目、はい、第3章ですね、不動産の価格を形成する価格形成要因です。価格形成の3章は、出題可能性としては高い章なんですね。3章は出題可能性として高い章です。ただ暗記する箇所はですね、限られています。羅列されているところ全部が全部覚える必要はないので、暗記されている箇所が限られているという意味で、一応 B ランクということになっていきます。出題可能性は高いです。ただ、羅列されているところ全部が全部暗記する必要ありませんので、暗記するところ限られているという意味で B ランクという、そういった位置づけになってきます。で、ロボス3ページ、総論第4章、不動産の価格に関する諸原則ですよね。やっぱり1章、基本的考察と同じで、これ抽象論なので、メインとして出せるのは10年に1回ぐらいですので、やっぱりランクとしてはこれ C ランクぐらいになってきます。C ランクということになってきます。
ただ諸原則ってもう11個しかないですよね。諸原則というのは、まあ、それぞれの原則の定義を覚えてしまえばある程度問題に対応することができますので、まあ所詮11個しか原則ありませんので、まあ、早め早めに11個の、ね、原則の定義は覚えておいてほしいということになってきます。範囲が狭いので、もうね、11個の原則を覚えてしまえば4章はですね、ある程度問題に対応することができます。はい、では総論第5章、鑑定評価の基本的事項ですね。こちらは A ランクですね。出題可能性が高くて、しかもね、それなりに全範囲にわたって暗記をしていかなきゃならない重要な章が総論第5章ということになってきます。で、4ページ目、はい、総論第6章ですね。地域分析、個別分析ですね。近年地域分析メインのものがちょっと出されているので、出題サイクルという意味ですと6章自体としましては、まあ、B ランクですかね。まあ、個別分析は重要なんですけど、地域分析はちょっと最近出てますので、それで出題サイクルという意味で6章は B ランク、そういった位置づけになってきます。で、下7章ですね。鑑定評価の方式、まあ、手法ですよね。価格を求める章、賃料を求める章、こちらは範囲は広いんですけど、やはり A ランクですね。優先的に暗記をしてほしいですね。そういった分野です。まあ、細かい留意事項なんかもあるんですけど、やっぱり出題可能性が高くて、ね、優先的に暗記をしてほしいのが7章ということになってきます。では6ページ目ですね。ローマ字6ページ目。下、総論第8章で鑑定評価の手順ですね。章自体としましては B ランクということになってきます。10個の手順の中で出やすい手順と出にくい手順とはあるんですけど、じゃあ章自体としましては B ランクということになってきます。で、総論最後の章ですね、9章です。7ページ目、鑑定評価報告書、こちら形式論ですので、出題可能性としましても C ランクですね。メディアリとしても C ランクということになってきます。優先順位として、ね、後回しにしていいのが9章ということになってきます。では各論ですね、次のページ、はい、各論第1章、科学に関する鑑定、こちらは A ランクですね。優先的に暗記をしてほしい章ということになってきます。出題サイクルからしてもね、1章はですね、重要な章ということになってきます。で、下、各論第2章、賃料に関する鑑定評価、近年出されているのも含めまして、出題サイクルとしてもね、ややちょっと出題可能性が低いので C ランクですね。こちらは、まあ、範囲が狭いんでね、早めに暗記をしちゃうとの手なんですけど、一応メリハリとしては C ランクですね。後回しにしていいのが第2章、賃料に関する鑑定評価ということになってきます。で、各論最後の章ですね、次のページ、各論第3章、証券化対象動産の価格に関する鑑定評価です。各論第3章というのは平成19年度の基準の改正で新たに加えられた章で、で、平成20年度から本試験の範囲になりました。で、改正分野というのは本試験で出されやすい分野なんですね。実際平成20、21、22、3年連続で各論第3章出題されました。で、しばらく出ていなかったんですけど、最近また各論第3章の問題が出される傾向になってまして、そういった意味ではB ランクですね。覚えにくいところもあるんですけど、各論第3章はですね、B ランクの位置づけになっています。章ごとのメリハリをつけて、やっぱり、ね、まずは優先的に A ランクの章からですね、まずは基準ですね、で、留意事項という順番で暗記を進めてほしいということになってきます。はい、またブリッジテキストですね、準備いただきまして、ブリッジテキストね、ローマ数字5ページ目戻ってください。はい、ブリッジテキスト、ローマ数字5ページ目ね、戻ってください。では、暗記の方法ですね、やり方を確認していきます。はい、3つ目の項目、暗記の方法は、ところを見てください。本文、暗記方法は、音読、目読、書き写す、録音して聞くなど、様々で、特に正解というものはありません。自分に合った暗記方法を早めに見つけることが重要となってきます。10人十色ですね。特にね、絶対的な暗記法、正解というのはありません。何が正解かって、ね、言えればいいんですけど、やっぱね、やり方いろいろ人それぞれです。次の文章、その際、ハードルを高くして三日坊主にならないように、生活の一部として毎日続けられる方法を選択することが重要となってきます。
結局ハードルを高くしても三日坊主すぐやめてしまうのは意味がないってことですね。とにかく生活の一部として毎日続けられる方法ですね、自分なりの暗記方法ですね、早めに見つけてほしいということになってきます。これ毎日続けられなきゃ意味がありません。鑑定レベルの暗記はですね、もう合格するまで毎日です。鑑定理論はもう他の科目と同時並行で毎日やらなければならないですね。そういった専門科目です。1日サボると、ね、暗記というのはですね、取り戻すのに数日かかりますので、ピアノの練習なんかと同じですね。ピアノの練習で1日休むと取り戻すのに何日もかかると言いますので同じです。鑑定理論はもう合格するまで毎日勉強しなきゃならないですね。他の科目と同時並行で毎日ね、これから勉強していかない、だから毎日続けられる方法ですね、自分なりに探し出す必要があります。特に働きながら学習をする方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。そうですね、働きながら学習する方はですね、この隙間時間の有効活用がポイントになってきます。要は机に座って勉強している時間帯は、教養科目だったり鑑定論ですと演習の勉強にあたって、それ以外のこう通勤通学の隙間時間は、まあ、全部鑑定理論の基準類似項の暗記に当てるとか、そういった、ね、こう使い分けが必要になってきます。机上の勉強、ね、机の上の勉強はですね、教養科目だったり演習の勉強です。でそれ以外の、ね、全隙間時間をですね、通勤通学等々ですね、全隙間時間を基準類似項の暗記に当てるですね、そういった使い分けなんかが必要となってきます。続き、また論文式試験なので書くということを意識することも、ね、必要となってきます。論文実際ね、自分で書いていく必要がありますので、こう書くということも、ね、ある程度意識した方がいいと思います。私がやったこう勉強方法なんですけど、まあ、一つのこれ例ですね、あくまで例なんですけど、こうやって広告の裏とかを使いまして、私はねこう声で言いながら実際キーワードを書いていくですね、音読と書くというのをですね合わせたような暗記の仕方をしました。例えば原価法ですと、原価法とは価格自定力対象動産の再調達原価を求め、その再調達原価について原価修正を行って対象動産の積算価格を求める手法なんです。これも殴り書きでいいです。キーワードだけをですね声に出しながら殴り書きするような、ね、そういった暗記の仕方なんか私はしてました。でこうずっとね延々とこう黒く書いていって、でその書いた紙をですね私は捨てずにですねずっと取っておいて、で本試験行くときにその取っておいたですね自分のね成果を見て、これだけもう暗記したんだから大丈夫だって思いながらね試験会場に向かったってことをやりましたんで、まあ、一応一つのやり方なんですけど、書くというのはですね当たり前ですが時間がかかります。なのでもう、ね、一切書くということを行わずに黙読等々だけで暗記する方もいっぱいいらっしゃいますし、一方でもう自分は書かないと暗記できないって方もいまして、その方はもう本当にもう書きまくって暗記をして合格されたって方もいらっしゃいます。結局ね、やっぱ自分に合った毎日続けられる暗記の仕方をですね、やっぱり探し出すということが重要です。レックでは毎年ね、最終合格者の方と我々講師がですね、対談をしている、そういったね、収録をしてウェブでアップしています。基本的には直近2年間分の合格者の対談をですね、レックのホームページのところでアップしてますので、でその中でそれぞれの合格者の方がですね暗記の仕方をね喋っていただいてますので、本当に参考になると思います。でこのやり方だと自分に合ってるかなってね、合うような方法をね見つけられると思いますので、ぜひ、ね、対談されてる合格者のね言っている暗記方法なんか参考にしていただいて、皆さんね自分に合った暗記の仕方ですね早め早めに見つけるようにしてください。で続きの文章ですね、またブリッジ講座で見ていただきまして、はい、なお書きの最終段落ね、暗記法最終段落なお書きのところを見てください。なお暗記において重要なのは覚えることよりも忘れないようにすることをメンテナンスが重要となってきます。そうですね、暗記は覚えることも重要なんですけど、覚えたことを忘れないようにするですね、メンテナンスをチェックをすることが重要となってきます。
こうギリギリですね、こう忘れないぐらいのタイミングでこうメンテナンスチェックを入れる機会を入れていかないと、なかなか暗記の定着度が高まっていかないということになってきます。昔のやり方、古典的な暗記の仕方というのは、こう総論第一章、まず丸々覚えて、で覚えられたらば次総論第二章みたいな形で覚えていくというのが古典的なやり方なんですね。ただこのやり方ですと、最後の各論三章に行くまでに例えば半年ぐらいかかったりします。半年かけて最後まで行って、じゃあ半年後にもう一回ね、総論第一章に戻ってきて、じゃあ暗記ができているかというと、もう全然ね、もう覚えられてないです。覚えたことさえも忘れてるぐらいです。つまり半年経って戻ってくるようですと、チェックのタイミングとはさすがに遅すぎるということです。一応ですね、1週間が限界と言われてますので、基本的にはですね、1週間をタームとして全体をより多く繰り返すことで、ね、暗記を進めていただきたいということになってきます。まあ、大体1週間から10日くらいが限界ですかね。それを一つの期間として、で、1週間で総論第1章から各論第3章もですね、12の章について一通りを暗記をして、でまた1週間後に戻ってきてメンテナンスをチェックを入れるということです。初めの1週間はそれこそ章のね、それぞれの章のタイトルを覚えるぐらいで1週間終わってしまうと、それで全然問題ありません。ポイントは1週間で全体を回して、でこうミルフィーユをね、ずっと重ねていって、最終的には全体を暗記する。つまり1週間で覚えられる量を少しずつ増やしていくというのが暗記の仕方です。1章から各論3章まで全体1週間で回していく。はじめは目次のタイトルぐらいしか覚えられないと、それ全然問題ありません。それを少しずつ暗記の量を増やしていって、で本試験1週間前には1週間で全ての範囲を言えるようにするですね。そういったレベルに持っていく。1週間で暗記する量を増やしていくということです。全体を暗記する期間を短くしていくんじゃなくて、1週間内で暗記をしていく量を増やしていって、最終的には全体を1週間以内で言えるようにする。そういったことにね、していくのが簡単な暗記の仕方ですね。まあ、1週間ぐらいが限界で、戻ってくるタイミング1週間ぐらいが限界だと思います。そういった進め方でね、ぜひ学習をしてみてください。なかなかね、正直言うと暗記大変だと思います。正直言うと厳しいです。私は大学受験の時日本史が得意だったので、まあ、暗記が結構得意かなと思ったので、基準理事校の暗記も大丈夫かなと思ってたんですけど、いや本当に大変でした。なかなか覚えられなかったです。で、こう暗記をしている実感がきれいにこう右肩上がりで上がっていくならばいいんですけど、基準理事校の暗記というのは全然暗記をしている実感がもうずっと低空飛行なんですよ。本当に低空飛行です。で、本当に最後の最後の本試験の直前期ぐらいにポッとね、あ、なんか暗記できてきたかなって実感が湧いて、でこう最終的に暗記できるっていう感じなんですよね。ずっと低空飛行なんです。実際には暗記できてますよ。暗記できてるんですけど、実感としてはもうずっと暗記できてないですね。そういった実感の低空飛行なんです。なんで特に初めの 2,3 ヶ月はもう全然覚えられないと思います。それが普通だと思ってください。だからこう先生に 2,3 ヶ月暗記したんですけど全然覚えられないんですけどなんて質問しないでください。それが普通なんです。それは普通のことです。いや、でも、ね、覚えられてますからね。それでもずっとね、意識としてはね、実感としてはもう低空飛行です。どうでしょうかね。実際こう暗記をできてきたなって感じられない1年後ぐらいだと思います。1年後ぐらいでです、実感が湧いてくるのは。それまだ全然実感湧きません。暗記はできてますよ。できてるんですけど実感湧かないので、とにかくね、実感ないんだけど粘り強くね、暗記を続けていけばポッと上がるタイミングが来ますので、そこまでね、いかに粘り強く毎日ですね、コツコツと暗記をすることができるのか。鑑定試験はね、努力が報われる試験と言われています。暗記は大変なんですけど、暗記をすればするほど鑑定理論の点数はね、自然と高まっていきますので、そういった意味ではね、努力が、点数にね、直接結びついてね、努力が報われやすい試験と言われてますので、粘り強くですね、鑑定理論基準理事校の暗記ですね、進めていくようにしてください。はい、以上がね、まず一つ目のポイントですね。この基準理事校、まあ、理解を伴わせて正確に暗記をしていくというのが、まずはね、鑑定理論の論文対策の学習法としてはですね、一つ目重要なポイントということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。